さあそれじゃあですね方言ニュース行ってみましょうか。今日の担当はウイ和夫さんです。はい <laughs> こんにちははいこんにちははいお願いします。<laughs> はい最後ご相容どうがんじゅうかのてうわじんせみさて中や八月の二十六日旧暦内なる空名中や七月の二十三日にあたとおび春流球新聞の記事から内なるニュースを打ちてえさびら 中のニュースを県民の移動手段マイカーが72%でのニュースやびんゆでなびら国や県関係団体で構成する沖縄本島中南部都市圏総合都市交通協議会がこのほど那覇市の市町村自治会館で開かれ 県が昨年度に実施した沖,沖,沖縄本島中南部都市圏パーソントリップ調査の速報値などが報告されました、えー、国とか県ウリトゥカカオトールうちのチャーシナトール地区トール沖縄本島中南部都市圏総合都市交通協議会が国根男子 ナファの市町村自治,自治会館を通って綾に県が9除沖縄たる沖縄本島中南部都市圏パーソントリップでいる調べの速報値数数のしら知らさりやびたん報告されました調査の結果移動の際に移動使用する代表的な交通手段として 最も多かったのは自家用車の72.5%で前回調査時の67.4%から5.1ポイント増加しました。おの,の調べの結果くくいとしマーガナンカイ一郎土地に近とるぬいもんとし最も大さたせ自家用車の72.5%あってティ。 俺、俺名の調べの土地の六十七点四パーセントから。五点一ポイント多くないビタン。バスやモノレールなどの公共交通機関を使う割合は四点五パーセントで。前回調査時の四点一パーセントから。零点一ポイントの微増でした。徒歩で移動する人の割合は。 16.7%となり前回調査時の20.5%から3.8ポイント減りました自家用車への依存が強まっていますこのバス,バスとかモノレールなぎの公共交通機関近寄る割合や4.5%当て名に、うん、調べたる土地の4.1%から0.1ポイントの 空転後はおくなとびたん徒歩で徒歩であっちいちゅるチュの割合やあっちるチュの割合や16.7%となって目の調べの土地の20.5%から3.8ポイントひなやびたん自家用車対通るチュの多くなといびん免許保有者を対象とした何歳まで運転したいか という問いに対しては後期高齢者に入る75歳以上が 74.3%85 歳以上が34.2%生涯運転したいとの回答が27.8%に上がりました、えー、免許無兆る巡回いくつまで運転し部歳費がのトの問タンに似ていして 後期高齢者の会いる75歳から上位が 74.3%85 歳から上位の34.2%生涯死ぬ,死ぬ,死ぬまでし運転士不散にしフィントが27.8%の IB タン一方で回答者の およそ二十六パーセントは、七十五歳以降は運転をやめたいと考えているという結果になりました。この一方で、えー、回答者のフィントーサルイいくる二十六パーセントの長。七十五から後、車運転性な闇。無細便、闇日関迎。トン、ディヌクトにナトイ便。県は今後、今回の調査結果を分析し、マイカーだけに頼らず。 移動できる社会の実現に向けた都市交通都市構造のあり方を検討していくとしています。県や国からとート、度の調べの結果、国ク,クイ、ティーチナティーチナ、フトチンジャイ、毎日、えー、次回曜日見解、頼らんことになり、死刑区云に向きて都市交通都市構造のあり方、中国調べて順、にちそういびん。 検討していくとしています昼夜県民の移動手段マイカーが72%にニュースジャルファチカの琉球新報の記事から落ちてさびたまた水曜日にユシリアビラ二平イデイビルはいどうもありがとうございました今日の担当は植知和夫さんでした